Experience starts here. ANA, World Air Current. J-WAVE ANA, World Air Current Podcasting. 今回は10月25日放送、ロックユニットバンプスのハイドさん、カズさんに伺ったロンドンのお話です。バンプスを結成するきっかけってどんなだったんですか？僕のソロアルバムとかを作るときに、はい、彼をプロデューサーとしてお願いしてたんだけど、一緒にやりたいなと思ってでもそれぞれのバンドがあるわけじゃないですか、はい、それとは全く違う感じですか？やっぱり求めていたのは、やっぱり自分のそれとは違うものをやりたいというかね。バンドはずっとやってるとなかなか思い通りにならないことも多々あるんで。なるほど。ちょっと思い通りやりたいなって思って、で彼の作品大好きだったんで、はい、これはきっと思い通りのものができるんじゃないか。初めはじゃあプロデュースすることから。そうですね、俺で大丈夫なのかなっていうところはあったんですけど、うん、でもすごくいい機会をもらったというか、うん、うん、で前からアルカンシエルをかっこいいなと思ったんですよ、ステージ見た時に、うん、はい、うん、なんかすごくオーラがあって、うん、なんか不思議な人だなと思って。不思議な人、はい、で初めてその後会話した時もあんまり喋らなかったんですよ、無口で。でもすごく気を使ってくれたりとかしてて、うん、おいい人だな正直だな正直もんだな。その何、会話とかでは分かんないものが通じたってことですかね。うん、なんか引きつけるものがあったんでしょうね、そのアーティストとして。じゃあそうですよね、そうですね、そこに惹かれた。そうですね、でじゃあ2人でユニットやろうかみたいなノリですか？そうですね、もうソロの段階からも曲を半分半分の曲作ったりしてたんで、はいはい、自然な流れだったんですね、はい、でそれが2008年、はい、で今何年経った、6年経ってるってことか、ね、で作ってすぐ、あとこれワールドツアーされましたけど、うん、はい、これはやっぱりもう始める時にワールドツアー的なものが視野に入ってということですか？そうですね、その前のソロの段階からもう基本的に海外は積極的に行こうってなってたんで、もうバンプスの時は当たり前のようにやってました。ああそっか、はい、これやっぱり求めてるものが違うんですか、日本でやることと向こうでやることって。違うというか、まあ、目的が、ね、うん、日本国内だけで終わらせるのも、そういう決め事を作るのもおかしな話だし、その通り、やっぱり日本人としてもっと音楽を、ね、輸出したいっていう気持ちがありますよね、はいはい、ただ言葉の壁ってのはどういうふうにしていらっしゃいます？言葉の壁がもう厄介ですね、これ。そうですよね、僕なんかほら楽器弾きだからずるいないや僕も楽器弾きたいな。いやその代わりやっぱり言葉の力ってあるじゃないですか、日本ね。だからそれは国内でやるのも向こうでやるのも、それはやっぱりワードリリックの言葉ってすごく大きいじゃないですか、うん、でもそれをやっぱりその、まあ、日本だったら日本語で、あるいはアメリカ行ったらね英語でっていうことがあるわけで、それをどういうふうにクリアしてるのかなってことを作る時からやっぱり日本語で書いた歌を英語にしたりもするんですか？そうですね、あの基本的にはもう日本語でまず考えて、うん、それはもう通訳さんとあのほうだずっとディスカッションしていく感じですね、うん、でもそれはやっぱり意味のあることですよね。日本だとあんま分かんないんですけど、海外行ったらみんなその曲で大合唱してくれるんで英語でよかったな日本だと逆に英語の歌あんまり大合唱ならないんですけど、あそう、また違いますね、やっぱり言葉によって反応の仕方とか、うん、ヨーロッパの方が若干日本人と似てる感じがあったりとか、はい、すぐ思っても口に出さなかったりとか、うん、なんかいいところでのバランスがある感じがして、アメリカはまた本当違う、反応が早い。早いですね、うんうん、その分飽きたらもうすぐどっか次に移っちゃうみたいな。面白いですよね、はい、昨年がこれ海外デビューアルバムになるんですか？そうですかね、ファーストアルバムという形ですね。そう、なるほどね、はい、でこれセックスブラッドロックンロールをリリースしてヨーロッパツアーを敢行されたわけ、はい、これどこ回られたんですか？どこだっけ、スペイン、ドイツ、ドイツとロンドン、フランス、フランスか。ああじゃあバッチリじゃないですか、はいはい、でもヨーロッパほらね、ほんと2時間動いただけで全然街並みも全て変わるじゃないですか。それこそ言葉も変われば、うんはい、人種も変われば、うん、楽しい。やっぱりヨーロッパとか旅しながら街が可愛いですからねヨーロッパはもうちょっとご飯食べ行くだけでも旅行気分というか、うん、楽しいですよね。さてじゃあ今日はロンドンのお話をいろいろと伺いたいんですけど、うん、了解です。ロンドンのライブどうでしたか？感触といいますか、お客さんの反応というか。それまでヨーロッパ回ってもロンドンだけ避けてたんですよね。おそうなんですか、なぜですか？
なんとなくその英語圏の人って英語の音楽以外聞かないから、日本人が行ってもあまり盛り上がらないようなイメージがあったんですよね、はいはい、なんでちょっと避けてたのかもしれないですね。なるほど。でも行ってみたらすごく盛り上がってましたけどね、はい、どこでやったの？ココと、ココ、うん、あとイズリントン。あ、イズリントン。イズリントンですね。そうだ、うん、イズリントンまで行ったんだ。はい。でも随分違うじゃんね、ロンドンの、まあね、街中とね。そうです ね。でもやっぱりなんだろう、ロックの本場っていう感じはしましたね、うん、アメリカももちろんロックの本場ではあると思うんですけど、はいはい、質の違うね、ブリティッシュロックあるのは ね、やっぱり根が深いですからね。そうですね、なんかロックが生まれてきたのがイギリスっていうイメージがあるので、そこでできるっていうこともすごく嬉しかったし、はい、憧れでしたね、うん、そこでね、やっぱ音楽がね、そういう人たちに伝わるのが、やっぱり自分たちもね、ロンドン、イギリスの音楽聴いて育ってきたから、うん、そういう人たちがちゃんと聴いてくれてるっていうのがやっぱ嬉しいです、ね、はい、実感として ね、 そうですね、いいですよね、はい、うん、ビデオクリップの撮影もされたそうですか。はい、行ったついでに全部やってこようぐらいこれ市内で撮ったんですか？市内でですね、割と街の中でとかですか？そうですね、ロンドン行ってスタジオだとあまり意味ない。そうですよね、そうですよね、なるべくね、寒かったんですけどめちゃめちゃ、はい、でも頑張って外で撮りましたね、はい、ロンドンのあの建物の雰囲気、レンガとかさ、あの雰囲気と合いますもんね、うん、そうそうそう、高級感が出ますよね高級感あれ美しいバランスだよね、やっぱり色といい、なんといい形というね。そうですね、なんかずっと車で走ってても、うん、ずっと続いてる建物とかも本当綺麗で、あとあそこのオックスフォードサーカスからピカデリーサーカスのあたりのね、あの200年前の写真とか残ってるんだけど何も変わってないんだよ。へー、家とかも築年数が古ければ古いほど高いんですよ、うん、レントの借りるお金にしたって家を買う時の不動産にしたって、うん、だからそういう発想って日本人ってね、あの幽霊がいると高くなるって聞いたことあるのにほんまですかね。いやでもね、その感覚あると思うよ、やっぱそれぐらい何かね、いろいろこう曰くがあってずっとそういうものに取りつかれてるようなところっていうのがさ、それこそあのほら街の中にすごいでかい、これ今博物館ヘンデルハウスっていう、あのヘンデルって昔のね作曲家、バロック時代のまあ本当音楽の母って呼ばれてる人なんですけど、彼が住んでたヘンデルハウスっていうのはその後ジミヘンが買ったのよ。でジミヘンがずっと住んでるので、今ヘンデルハウスって博物館になってるんだけど、もうそことかはだからさ、ヘンデルの才能もそこにも住み着いてる、ジミヘンの才能もそこについてるわっつって、すごいですね、まあ、ミュージシャンみんなとかもそこ行くとなんかここか壁にてこうあやかりたい、あらかりたいみたいなさすごいよね、あとロンドンのもう一つ面白い話なんで地味編で思い出したけど、あのパロットがいっぱいいるのに緑のオウムが、はい、結構大きな、そうだな20センチから30センチぐらいのたくさんいて、ただその元々は南米にしかいないんだけど、あれは地味編がジャマイカから1羽持ってきたやつが逃げてそれがブリーズしたって言われてて、ロンドンの人たちは、まあ、それ都市伝説の人なんだけど、はい、これは全部地味編が持ってきたからここにいるんだってみんな言ってんだよね。綺麗な鳥ですよ、お二人にとってロンドンはこれは初めてではないそうですね。そうです。ハイドさん、ロンドンの一番初めに行った時のファーストインプレッションってのを教えていただけると。最初ね、なんかアパート借りたんですよね、あのウィークリーマンションみたいなのがあるじゃないですか、はいはい、フラットですね、あれそう借りて、メンバーとマネージャーの4人だけというか、そんな感じで1週間ぐらい泊まってたんですけど、うん、それは目的は、目的はなんかね、昇進みたいな昇進みたいな、昇進ね、昇進センチメンタルな、じゃんちょっとこのタイミングで海外でも行ってみようぜってマネージャーが言ってくれて、はい、じゃあ行ってみるかっつって、はい、でそのマネージャーがロンドン大好きだった、なるほどなるほど、だからもうぜひっつって行ったら、うん、そこでまあとりあえずお前ら、僕は何もしないから1週間暮らせって感じで、で部屋じゃんけんで決めて、はい、1週間住んでましたね。あ、そうですか。どんなことを覚えたりします、それご飯とか。あ、たまたまその頃ロンドンにいた時にイタリア料理屋さんが、はい、なんかロンドンってまずいってよく言うじゃないですか。いや、まあ、これはもうね、みんな そっから入るんですよ ね。でも僕行った時どれも美味しかったんですけど、美味しいですいっぱいありますから、ね、このイタリア料理屋さんが本当美味しかったんで、日本のイタリア料理屋さんより美味しいなと思って、そこ結構通いましたね。覚えてますか、お店の名前とか。
覚えてないです。どのあたりにあるとかと、あの地図見たら大体ね分かるけど、ね、あのね特徴のあるね、何の情報でもならないじゃないですかそれ。お願いしますよ、はい、すいません。ピカデリーからね徒歩10分ぐらい結構あるなみたいな。どっち向きって話ですよ。西に向かって、ピカデリーサーカスから西に向かって、はい、なんとなくじゃあ10分歩いてみますよ。はい、その辺にあるラっておっしゃいましたけど、ミソラ ラなんとかって、それほとんどのイタリア料理しかラなんとかですよ。それお願いしますそこずっと通ってたんで店の人が覚えてくれても、そうなんだ。その子金髪だったから、ゴールデンボーイがまた来たよ。ゴールデンボーイ味何が美味しかったんですか。ペペロンチーノが本当美味しくて。あ、ペペロンチーノが美味しいってことはこれ全て美味しい。そうなんですよ、すごいこんな美味しいもんなんだったんだと思って、はい、ずっとそれ食べてたんです。食べてて、ほんでこの間マネージャー連れて行こうぜっつって、また地図見て、はい、この形ここここっつって名前はよう覚えてないけど、はい、行ったら分かるっつって、はい、行ったらね、あるんですけど店の営業してる人が変わってて、なるほど、味が全然ダメ。なるほど、そういう、それはそうだね。残念。箱だけ残ってるってやつ。そうなんですよ。それはもう無理ですね。もう残念でした。なるほどすいません。であとは、うん、ロンドン、あ、なんかおすすめ、ロンドンダンジョンって僕にも分かんないんですか。分かんないですか、はい、あのロンドンのあのお化け屋敷、あ、ダンジョン、はい、なるほど、ああ、はい、お化け屋敷なんですけど、これ僕本当に最初に行った頃からちょっとロンドンってすごい素敵なんですけど刺激はあんまないじゃないですか、うんうん、ある意味。なるほど、そういう意味ではここもぴったりで刺激的なところ、まあディズニーランドみたいな感じですかね。はい、そうですね、ロンドンの、うん、で行くとなんかもうロンドンの闇の歴史がね面白く展示されたり、はい、乗り物乗ったりして、はい、で僕ら公開処刑されたりするんですよその中で本当に本当にそれも経験できるってことね。経験できますよ、うん、そういう店があるんです、ここ。なるほど、そこぜひ行ってください。それが97年頃のことですね。そうですね、うん、はい、それからもうライブもやられるようになったということで。そうですね、最近となっては、うん、はい。で一方カズさんはこれは、はい、20年ほど前ですか。そうですね、もう20年ほど前なんですけど、うん、もう一つオブリビオンダストっていうバンドをやってるんですけど、はい、メンバーがボーカルがイギリス人なんですよ、うん、でベーシストがスコットランドの人間だったんですけど、うん、なんかアルバムを作ろうじゃないか、はい、で曲もまだなくて、はい、でとりあえずロンドンに集合みたいな集合場所だね、ロンドン集合みたいな、うん、でロンドンに行って、でそれから今度車で8時間かけてスコットランドまで行ったんですよ、はい、あ、それはもう景色何も変わんないでしょ、ずっと。もうつまらなかったですねずっと緑だもんね。ずっと緑ですね危うく目良くなっちゃうから。でも結構道がまっすぐなんですよね、ずっとまっすぐで。でそのスコットランドにシンプルマインズってロックのバンドがあるんですけど、はい、そのベーシストがそのオブリビオンダストのベーシストだったんですよ。なるほど、なるほど、はい、でそこの家行って、じゃあなんか曲作ろうか、でボーカルはトイレにマイク立てて、もうスペースがあまりなかったんで、で歌取ったりとか。おー、もうブース代わりだ。そうですねいいですね。でもそういうところでスコットランドで面白かったのが、街とかもなんかドラキュラ出てきそうな街が、うん、建物があったりとか、うん、面白い体験でしたね。楽しそう、なんか、うん、ドロレスってのは何なのこれちょっと聞いとかないと。これはそのロンドンの友達とみんなでお疲れさんって言って、まあレコーディングだったりとか終わって、まず家で飲んでて、そっからちょっとバーへ行こうって、はい、でバーへ出して、もう結構いい感じで寄ってきたら、その地元のやつがちょっといいところあるから行こうって言って、でドロレスで見たことなかったんで、これちょっと行った方がいいなと思って何すんの、もう闘牛場みたいの小型バージョンみたいなところなんですよで誰がドロレスするの。でそれは現地の女の子が次々と出てくるんですよ。でもう本当に その闘牛場の戦うようなところは泥がこう引いてあって、はい、でスタートして、はい、もうひどいもんですよでもそれをみんなで興奮して、うん、もうすごい歓声。あ、なるほど。楽しかったですね。あれは泥を浴びたりはしないんでしょ。別にはないですね、うん、それちょっと高いところにみんなひたすら鑑賞するだけ。そうですね。夜やってるんですか、それ。夜ですね。は、夜中です。面白そう。楽しそうだ ねもう脱げてるのか脱げてないのか分かんないですけどね、泥で。あ、そうか。なるほど、なるほど。でもその人たち仕事でやってるわけでしょ、それを。そうでしょうね、うん、もう趣味じゃない趣味じゃないよね現地のポテトはそれがプロなんだよねはい、それではお二人にとってそれぞれで結構ですね、ロンドンの魅力をちょっと一言ずつまとめていただけると。魅力ね、うん、
やっぱ街がね、さっきおっしゃったようなあれはちょっと変えられない、あの車までそのね、うん、統一されてるっていうのもなかなかあっこまで可愛く、そうね、そのタクシーが同じ色とかは他の国にもあったりするけど、はい、あっこまでちょっとこだわってるのってすごいなと思うし、それなりのやっぱ景観だなと思います、はい。お母さんはなんかレンガも家とかのレンガも使ったら捨てるっていうんじゃなくてまた同じものを使ったりとかしてるんですよね。だからあの歴史がちゃんとその建物に出てくるんだなっていうのが感動しました ね、 ね、うん、古いもの本当好きなんだろうね、うんうん、あとテレビの番組とかさ、もうアンティークのオークション、誰か見てんだろうっていうのがさ、何時間でもやってんだよね、ちっちゃなちっちゃなこれ、はい次のスプーンですもう相当地味ですよ、はいこれは次、これは200年前のレース、はい、これをちょっと見ていただきましょう、テーブルクロスですみたいな、みんな見てんだよね、大好きだから、ね、10月8日リリースのニューシングル「ヴァンパイアーズ・ラブ」、これは映画「ドラキュラゼロ」の日本版のイメージソングということですけど、はい、これがさっきロンドンで撮影したというやつですか、はい、そうなんですよ、3月ぐらいに撮ってたんで、はい、本当寒かったんですけどあの墓の上で寝たりとかね、一応設定としては墓の上でずっと寝てるとドラキュラになるという設定で、なるほどなるほど、はい、ほんと氷みたいな冷たいとこででも墓自体は可愛いんですよね、すごく、はいはい、なんかディズニーランドみたいな、うん、綺麗ですよね、彫刻がいっぱいあって、うん、そういうとこで撮影したりしましたね。なるほど、はい、あのバンプスのこれまでのロックな曲調とは一転して、これバラードということでどうでしたか。カズ君バラード弾かしたらもう右に出るもいないですバラード弾かしたら結構日本人はバラード好きじゃないですか、はい、だから僕ねもうキラーチューンを作りたいと思って、なるほど、気合い入れてかなり作りましたね、うん、はい、楽しみですね、はい、さて10月29日にはこのシングルも収録されたアルバムですね、はい、ブラッドサッカーズがリリースされます、うん、これオリジナルのアルバムとしては2010年以来という、そうなんですよ、ずいぶんリリースと以来4年ぶりということですけど、そうオリンピックとね同じような感じですね、作らせてもらってるんですけど、ね、うん、それでも幸せですよね、それぐらいがいいんじゃないですか、もっと作りたいですか、本当、いや本当はこれぐらいがいいと思うんですけど、ですよね、作り手があってそうですよね、1年に1枚は無理ですなかなか出てこないですね、でも日本のサイクルそうじゃないじゃないですか、そうですよね、それがね、うん、相反してファンが待っててくれるというね、ありがたい、素晴らしい4年待っててくれたんで、その分気合い入れて作らなあかんなと思って、うん、で気合もですけど時間もすごいですね、9ヶ月かけて作った、そうですね、今年もうほんと最近までやってたんで、はい、9ヶ月かかってしまいましたね、もうバンプスの今が集約されたアルバムとも言い切ってしまいましょうか、そうですね、うん、はい、さてライブの予定をちょっとご紹介しておきましょう、うん、ライブハウスゼップの国内主要都市を回るツアーということで、うん、福岡、名古屋、札幌、大阪、そして東京は年明けにゼップ東京、はい、大阪や東京って10日間ずつやるんですか。そうなんですよ、僕ら籠城って言ってその場所でずっとやれる限りやるっていうスタイルをねちょっとサーカスっぽいんですよ、かっこいいね、はい、それ音も良くなるしね、そうなんですよ、よくお分かりで、あと同じとこでやるから、うん、輸送するお金も時間もかからないんで、うん、 その分ね作り方に時間もお金もかけられるし、ね、そうなんです、照明とかもすごくお金かけて、ホール並みの照明で、はい、音響もね、うん、どんどん良くなっていく、ね、クオリティ高い、間違いないですよ、ね、そうですね、でもちろんさ、やってる側もバランス取れるけど、あれ楽器がさ、あれ変な話置いとくだけでよくなるんだもんね、はい、そうですね、あれなんだろうね、全部馴染むじゃないですか、うん、太鼓から何からちゃんとこう安定してくる、安定くるね、はい、2日3日やればね、そうですね、10日やれるんだ、そうなんですよ、これまた美味しい、そのね、地方地方の美味しいものも食べれたりとか、そうですよね、それも楽しいし、うん、ね、毎晩飲んでたりとか、そう、移動がないからね飲みすぎちゃうんですけどあとでもなんか通勤感覚になったりしませんか、それ自分のホテルからそのライブハウスまでが、これあ、東京はかなりそれっぽいです、それさ、そうなんか本当にね仕事場に行く感じしますけど、でも他の街は結構ね、うん、ホテルから行くのが楽しみなんです。あ、なるほどね、あの自転車で行ったりするんですよ、おみんなで、へ、ファンの子分かってるからと待ってたりわ、楽しそうだな、頑張ってくださいませ。さて最後にハイドさん、カズさん、お二人にとっての旅というのを一体何ですか。僕にとって旅ってね、うん、日本の良さを再認識するような気がするんですよね、うん、やっぱり俺日本人だなって、すごくいいとこにいろんなとこ行くんだけど、やっぱり日本に帰りたいと思いますね、うん、だからそういう意味では僕は日本を好きになるために行ってるような
気がするな。はい、お母さんはなんか出会いと別れっていうのがすごく感じますね。例えば海外行って誰か紹介してもらって、うん、友達になって、うん、だけどやっぱまた別の国に行ったり日本に帰ってきたりとか、ちょっと次会えるかなって寂しくなったりとか、はい、うん、なんかそういう感じしますね、うん、本当に一期一会かもしれない人っていっぱいいるじゃないですか、うんね、でも面白いよね、うん。ANA World Air Current